形県村山市の我流の松です。民家のお庭にあるため許しを得て入れていただきました。しかし何とも立派な松です。この我流、龍が伏せたというこの名前は誰がつけたんでしょうかね。松の木というのは松食い虫にやられて枯れることが多いのでとても気を使われると思います。この日本の名木百選でも枯れてしまった松が何箇所かありました。年何回かの消毒をし、枝が伸びすぎないようにと目摘みもしておられるということです。個人で管理していくのは大変だと思いますけれども、代々大切に育ててこられた大切な家宝です。どうかこれからも大切にしていただければと思います。ありがとうございました。